リート、お菓子をくれないといたずらしますのだ。ハロウィンもう終わったか。え、もう11月。もう中学生？耳どうなっとんねん。ハロウィンは10月で終わりですの？10月生というかハロウィンは10月31日な。トリートはトリート。耳どうなっとんねん。お菓子をくれ。それが目的か。つってもお菓子ないぞ。お菓子をもらえないといたずらしないといけませんのだ。いたずらは義務なん？どんないたずらされるんよ。お菓子もらえる前提でおったな、こいつ。教室に先生が入ってきたところに黒板消しが落ちるやつやりますのな。ほう、あのいたずらのリスクを知らんのか。ほう、急遽時間割と違う怖い先生が入ってくるというリスクを。昔やったら連帯責任で全員正座や。知らんけど。怖いですのな。じゃあ何したらいいですのな。本場のいたずらやと、玄関に生卵を投げる。玄関にホイップクリームを絞るなど。え、怖。玄関へのダメージが大きいですのな。そうし大変そう。やめい、わかったよ。どんなお菓子がええねん。そう、君源吉兆は水管食。なんて？そうき源吉兆は水管食。めっちゃ高級なやつっぽいってことは分かったわ。お菓子をくれないと。パソコンから僕のモノマネ練習が流れるウイルスを仕込んでやりますのな。嫌すぎる。おうじこちゃん。もう感染しとるやないか。空気感染？せんよ。おうじこちゃん。なんでルパン選んだん？